ました。ただいまより北九州市長候補竹内和久の出陣式を始めます。本日お越しの皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。私、本日司会を務めます金谷幸太と申します。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。まず最初に、かつてバナナ姫ルナとして北九州市の広報を一手に担ってきた北九州市議会議員井上純子さんよりご挨拶いただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。本日はお寒い中、そして雨の中ご参加いただきました。ありがとうございます。まず私はこの陣営に参加してまだ1ヶ月半の身でして、竹内候補を支えてきてくださった皆様に感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。私、市議会議員の井上純子はまだ当選して1期目の2年目の議員であります。実は私、紹介にありましたように、バナナ姫ルナという言葉があったんですけども、今まで市役所の職員として15年半勤めてまいりました。つまり北橋市政を支えてきた市職員でもあります。しかし中で働いていても、そして一市民、そして子供を3人育てる母親としても分かるわけですね。同年代が減っていって、友人も減って、兄弟も市外へ消えて、若者が減っていることは紛れもない事実。データとしても数値としても人口が減って、そして財政危機だと、もうとても今の北九州市の未来に不安しかない、そう感じて中でも働いてきたわけです。しかしこういった現実を見ないで、ただ担当の仕事をするだけ、そしてこういった問題を触れずに働いていくことにとても不安を覚えました。この問題をしっかり届けていきたいと思い、市議会議員に転身いたしました。そこで、市議会議員になっても政党ではなく、今の問題をしっかり問題であると突きつけるために、市議会の議場においても北橋市長にダメなものはダメだと突きつけてまいりました。政党ではなく団体でもなく、本当に今の現実を見ないでこの北九州市を変えていけるのか、変えるには今の問題を目をそらすことはできません。私、井上純子は今、三原麻人市議、大石仁人市議と一緒になって竹内候補を支えていこう、そしてこの北九州市を、竹内候補を支えるためではないんです、北九州市民にとって北九州市の未来を変えていく、今の現状の衰退を変えていくことが大切だから、今一致団結して竹内候補を支えております。竹内候補は今の北九州市に必要です。団体や政党ではありません。よくこの一部の報道で自民党だったり政党の分裂争いではないかと紹介されることがありますが、決してそういうことではありません。皆様がお集まりいただいたように、今回の選挙は北九州市を、これからの市政を、未来を市民のために変えていく戦いであると私は思っております。この選挙、必ず竹内和久さんを勝たせていきたいと思います。皆様のお力が必要です。残り2週間、はい、すみません、失礼いたしました。はい、私たちだけでなく皆さん一人一人が呼びかけて投票率も上げていきたいと思います。自分ごととしてこの北九州市を変えていく、みんなが参加する、こういった市長選挙を目指していきたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、この市長選に燃えたぎっております北九州市議会議員大石仁人さん、よろしくお願いいたします。皆さんもこんにちは。雨の中、こんなにも多くの方集まりいただき本当にありがとうございます。いよいよ始まりました。
政党対政党、組織団体対市民、そして市民のこの北九州市民としての熱き魂を持った方々がどん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 広がっているこの戦いが始まりました。私はこの選挙、北九州市の未来の希望をつかみ取る選挙だと思ってます。そうなんです。僕は3年前まで高校の体育教師をしてました。僕北筑高校にもいたのでですね、あのパトロールでこの岡田郡まで来たことが何度もありますから、そこでです、僕が担任をしてた生徒たちに北九州市の未来に希望はあるかという質問をしたんです。すると40人いた生徒の中で希望がありますと答えて手を挙げた生徒は3人でした。自分の生まれ育った町に希望があると答えた生徒が3人ですよ。もうこれはダメだと、このままでは北九州ダメになると本当に心底思ったんです。であれば教育からまた町づくりから自分がこの今までの形を崩してでも変えていかないとダメだと、そしてこれから育っていく子供たち、若者世代が自分の生まれ育った故郷に誇れる町にしないといけないと思い、僕は市議会議員になりました。ここで2年間、たった2年間ですけども、いろんなチャレンジをしました。しかし答えてくる答えはお金がない、これまで前例がない、こういった決まりがある、うちの係じゃない、いろんな言い訳をされて全然前に進まないんです。これはですね、市長の姿勢だと分かったんです。市長は波風立てずにミスを恐れて何もしない。だから役所の中が前向きにならない、すごく優秀な方々なんです。でもその優秀な力をミスをしないことに使うんですよ。それは違う、それは違いますよね。違うんです。だから役所の姿勢、また町の姿勢は市長そのものの姿勢だと思ったんです。だから次の市長は絶対にチャレンジをする人間、市民のために新たなことでも勇気を持って覚悟を持ってチャレンジする人間になってもらいたい、そう思ってます。それがまさしく竹内和久なんです。しかし市長候補を決めるときに僕は自民党の最大会派にいました。ここでどんな議論をして次の候補を選ぶかと僕はワクワクしてたんです。しかし降りてきたのは偉いと言われるですね、上の2、3人の方々が決めてですよ。誰だ決めてですよ。もうこれをやりなさい、この人をやるから、連れてくるから、来たからやりなさいと、何の議論もない、待ってくれと、北九州の未来を託す人間、何の議論もなくて決めていいのかと、僕は、ね、ものすごく怒りと違和感を感じたんです。待ってる、決めるよ。だからこのダメだと、でそれに何も物を持たない、この組織はダメだと、組織から変えないといけない。だから僕は宮原聡市議と一緒にその会派を飛び出して、はっきりと堂々と竹内和久を応援するために新しい会派を作りました。もう自分の立場とかどうとか関係ないですよ。もうこれから北九州の未来のために覚悟を持って勇気を持ってチャレンジしないといけない。でもそれを教えてくれたのは竹内和久本人です。竹内さんが一人でも、たとえ一人でも北九州のために全てをかけて自分がやると、そう決断して自分でどん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 突き進んでいくから、僕もそれに希望をもらって勇気を持って覚悟をもらったんです。だから僕たちは走り出しました。皆さんもそうだと思います。みんなが一人一人北九州の未来のために進んで行っている姿を見て、どん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 市民の輪が広がってきてます。毎日毎日朝早くから辻立ちに来て一生懸命手を振ってくれる人どんどん増えてきた。事務所にも何か手伝うことないかと言って来てくれる、もう事務所も言わず場所がないぐらいあふれ返ってるんです。それだけ北九州の対する思い、未来への思いを、熱い思いを持ってる市民がどんどん増えてきてるんです。だから北九州を変えるのは
政党でも組織でも団体でもない北九州市民の力なんです。北九州市民が未来を思う気持ちなんです。あと2週間しかないです。一人一人ができる限り一人でも多くの方に声をかけてください。そして一人一人の熱量をどん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 大きくしていきましょう。北九州人中にこの北九州市民の魂のうねりをムーブメントを起こしましょう。ぜひともやりましょう。みんなで変えていきましょうよ。竹内勝久をみんなで押し上げていきましょうよ。北九州変えていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは皆さん、お待たせしました。北九州市長候補、竹内勝久よりご挨拶いただきます。よろしくお願いいたします。朝と食べろ。さあ、最後に頑張ります。最後です。大鳥皆さん、こんにちは。いやー、本当に熱い仲間のエール、そしてこの雨の中で皆さんがこんなにお越しくださって心震える思いです。本当にありがとうございます。8月半ばに北九州市をなんとか前に進めていきたい、一度死んだ私を迎え入れてくれて育ててくれたこの北九州市のために自分の人生を全て使いたい、その思いで立ち上がった。それから158日間が過ぎました。400回以上のご自宅でのお話し会、700回以上の街頭演説会こなしてきました。とにかく一歩一歩、一箇所一箇所、市民の皆さんと一緒に語り、目を合わせ、そしてその思いを伝えていく、またお考えを聞いていく、これを私は一箇所一箇所一生懸命やってきました。そんな中で今人口がじわじわと減っていってる、若い人がどんどん流出をしている、そして財政が厳しくなっている、そんな話をずっと聞いてきました。何かがおかしい、何かが足りない、北九州市こんなはずじゃない、そんな話も聞いてきました。特にこの黒崎ではネイトビルに象徴されるように、なんでこんなことになってるんだ、なんで放置されてるんだ、どういう風になってるんだ、私はこの皆さんの不安とこの思いに必ず応えたいと思います。さっき若い人の話ありました。成人式の日も若い銀髪のお兄さんが私のところにやってきて、なんだろうと思ってやってきたら、その銀髪のお兄さんがですね、竹内さん、北九州市を元気にしてください、竹内さんなら変えてくれると思うんです、私一票入れますからぜひ変えてください、そんなことを言ってくれました。若い子たち、そして子供たちもこの街が好きなんです。ただこの街が好きだけども将来に不安があるんです。その若者たち、子供たちのために皆さん、この街を元気によみがえらせようじゃありませんか。そのためには、そのためには今までのやり方だけではダメなんです。いろんな人間関係もあるでしょう、しがらみもあるでしょう。ただ一度ここで町の新陳代謝を、そして町の流れを変えて、政党や団体ではなく市民の皆様と一緒に私は進んでいきたいんです。今回の戦いは政党と市民、政党対市民党の戦いです。巨大な政党と団体は巨大な艦隊を組んで私たちに向かってきています。ただ
私たちには皆さんがついている。私たちは小さな小舟に乗った一人一人の思いが詰まっています。大きな艦隊に対しても小さな小舟がしっかりと結束をしてそれを倒していこうじゃありませんか。今まで一箇所一箇所皆様のご縁をいただいて、いろんな場所に行ってお話をして、そしてしっかりと市民の皆様と目を合わせてやってきた、この思いは、私はこの汗は絶対嘘をつかない、そう思っています。どん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 皆さんの、市民の皆さんの共感の輪が広がり、なんとかこの町を、なんとかこの北九州市を元気にしたい、この思いが今大きなうねりとなりつつあります。このここにいる3人、本当に心強い仲間です。もう自分の立場とか自分の利害とかじゃなくて、北九州市の未来のために市民の皆様と一緒に戦い、そして新しい希望を作っていきたい、その思いで集まった3人です。そして皆さんがついています。この力を結集して、私が先頭に立ってこの北九州市を呼びやらせていきます。さあ、戦いはここからです。戦いはここから、今から2週間私たちは死に物狂いで走っていきます。そして必ず勝利に向かって、北九州市の未来に向かって私たちは突き進んでいきます。未来を、未来を、未来を、皆さん一緒にこの手に掴み取りましょう。どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に頑張ろうコールで会を締めさせていただきます。この戦いに全てをかける熱き男、北九州市議会議員宮原浅野さん、お願いいたします。おさぞ行け、おさぞマイク入れるから皆さん、本日はもうこのような雨の中にもかかわらず、こんなにも多くの皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。今回もう皆さんお分かりのように、我々には政党も団体も組織もありません。しかし皆さん、今奇跡が起ころうとしてるんです。いろんな報道でご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、あと一歩で、あと一歩で勝つところまで来てるんですよ皆さん。それはなぜだと思いますか。この北九州市をなんとか変えなければならない、なんとか前に進めなければならない、なんとか子供たちのためにも北九州市をもう一度盛り上げたい、そういう市民の皆さんの心の中にある思いが爆発してるからなんですよ。私はこの若き大石仁斗君、そして井上純子さんと新たな会派を結成しました。皆さん聞いていただいたと思います。こんなに純粋で、こんなにまっすぐ北九州を思ってるんです。もう私は嬉しくてたまらない。この戦いをだからこそなんとか勝利で終わらせたい。私は政治経験が長いから言えるんです。あと一歩なんです。本当に今日お越しの皆さんが一人でもいい、二人でもいい、竹内よろしく、竹内頑張れと言っていただいたら勝てるんです。本当にあと一歩なんです。残りは2週間しかありません。2週間しかありません。ぜひ改めて竹内和久の声
東京で言いますと右側、左側、後ろ側、いろんな政党や組織で囲まれてるかもしれませんけれども、皆さん、我々には真正面のまっすぐの道だけは空いてるんですよ。勝利への道は空いてるんですよ。状況は最高。皆さん一緒にど真ん中の勝利の街に向かって邁進してまいりましょう。それでは参ります。頑張ろう、これいきたいと思います。よし、どうぞ。いいですか。北九州だけではなく日本中に世界中に響くぐらいの大きな声で竹内和久勝利目指して頑張ろう。